我々歴史では秀吉が暴力して朝鮮出兵したと習いますけども、あれ全国の大名は全員言ってるんですよ。そんなことします？暴力した人につき従って。そうじゃなくて、要はこれね、あの元寇というのはその前に鎌倉時代がありましたね。朝鮮から攻めてこられるということに非常にトラウマを持ってたそうです、日本の犠牲者たちは。そのためにフィリピンが朝鮮経由で来るんじゃないか、だとしたら先に行こうと、まあ、当時あの戦国時代なんで先に行って朝鮮の民を従えようというのは、その当時の理屈では別に侵略じゃなくて国防のために行ったんです。国防のため。同じことは実は大東戦争でも起きました。日清戦争というのは、朝鮮がですねなかなか自立しないから、清の属国として自立しないために、その時は共産主義の脅威が実はソ連から来てたんですね。それに対して朝鮮をちゃんと自立させて国として独立させようとしたために、朝鮮半島で清と戦った。朝鮮半島というのは日本の国防のですね実は最前線でもあるんです。そのために同じような歴史が繰り返されている。秀吉は朝鮮出兵は国防のためにしたんです。で、近距離は八重山まで届いてました。隅々まで鎖国っていうのは届いてまして、要は鎖国、近距離は国防政策だったんですね。八重山も幕藩体制の中にありました。八重山キリシタン弾圧事件というのが起きています。キリシタンが複数亡くなっています。今ですね、国連の記憶遺産ですかね、あの長崎のキリシタンが隠れてたところが登録されようとしてされたんですね、されようとしているのかな。そのキリシタンを弾圧したという歴史が我々は学校で習って、それがメインに習いますので、秀吉はキリシタンを弾圧した悪い殿様だと、朝鮮にも出兵したと習いますけれども、真実は真逆です。キリシタン大名というのは実は神社仏閣を焼き打ちしたり、日本の同胞の日本人を海外に奴隷として売ってたりしてたんです。それを知った秀吉が本当に国防のためにやったのが朝鮮出兵でございます。そして、時代がまた下りまして、アメリカがマニフェストディスティニーでですね、西へ向かっていく話をしましたけれども、西へ向かっていく話をしましたが、このアメリカは実は他の国に戦争を仕掛けるときによく使う手があります。これがリメンバーなんとかですね、まあご承知の通りリメンバーパールハーバー、パールハーバーは日本が先に手を出した、そのためにアメリカ国民が怒って戦争になったという話をしますが、これはまあ最近の、まあ戦後73年も経ってですね、アメリカの公文書でも違うという話が分かってきています。アメリカのルーズベルトが戦争したかったためにですね、パールハーバー、日本に先に手を出させるためにパールハーバーをですねに、日本が攻めてくるようにですね仕向けたんですよ。実はこの話が何回もあるんです。リメンバーアラモと言いまして、これは、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、ニューメキシコ、ネバダ、ユタ、ワイオミングって今アメリカの州なんですけども、もともとメキシコの領土だったそうです。まあニューメキシコは分かりますけども、ほとんどあのロサンゼルス、ハリウッド、これもメキシコだったんですね。メキシコだったのをアラモ岩というところでですね、立てこもった155名の戦士たちが、メキシコによって滅亡させられたという、これは本当かデマか分かりません、多分デマだと思います。その時にリメンバーアラボということを合言葉にアメリカがメキシコに戦争を仕掛けて、そしてこの領土を奪っていたと。で西へ行きました、西海岸に行きました。その後、まあ、ハワイも併合したんですけども、その後ですね実はリメンバーメインと言いまして、メイン号とキューバ、キューバはスペイン領だったそうですけども、そのキューバでですね、スペインを追い出すためにやったのがこのメイン号事件。これ260名のメイン号の乗員たちが、当時キューバの沖にですねメイン号というのを停泊してたんですけども、スペインが攻撃をしてメイン号が爆破されたという、これ本当は自作自演だそうです。
ということで、スペインに対して宣戦を布告して、アメリカが欲しかったのは実はキューバじゃなくてフィリピンなんです。フィリピンの独立政党を知っていた人たちに対してですね、スペインを追い出したら独立させてやると言って、実はスペインを追い出してですね、結局アメリカが植民地にしてしまったということでございます。リメンバーパールハーバー、先ほど申し上げた通りアメリカのリメンバー云々というのは実は 9.11 もそうじゃないかと今噂があります。これはアメリカの自作自演でですね、要はビンラディンとか追い詰めるためにやったんじゃないか、アメリカって、イメージ君も民主主義の国ですので、国民のその合意がなければ戦争はできません。そのために国民の合意を取り付けるためにリメンバーというそのスローガンを使ったということでございます。で、ここから沖縄戦の話に入っていくんですけども、なんとあと10分ということでございまして、10時間10分、沖縄戦は結局最終的にアメリカが西に行きまして日本と戦うことになります。そして、沖縄戦、私たち沖縄ではですね、沖縄戦の一部を切り取った話ばっかり聞かされますけれども、なぜそれが起きたのかという話全くしないですよね。なぜ起きたかというと、要は大東亜戦争自体がなぜ起きたかという話ですよね。これは戦争前というのは日本とタイ、シャムという国だったんですけども、そして清の一部ですけども、以外は全てヨーロッパの植民地だったんですね。植民地でした。日本だけがちゃんと日本は立っていた。シャムっていうのは植民地を奪い合うイギリスとかフランスの干渉地帯になっていたので、かろうじて独立国家を装うの立場であったと。で、清は自らの土地を分割してですね、なんとか生きながらえたということでありまして、開戦前ですね、植民地支配というのは非常に厳しかったということでございます。インドシナというのはランインですね、オランダ領インドシナ、今のインドネシアは350年間のオランダの植民地で、本当に悲惨な生活をされていたということでありまして、今日は昭和天皇の開戦の詔勅というのを配っていますけれども、手元に配っていますが、話がちょっとあちこち飛びますけれども、昭和天皇の開戦の御事の御を読めば、日本が決して侵略のために戦争を始めたということが、始めたわけではないということが分かります。ぜひ読んでください。そういう、脅威があったんですよね。西洋諸国の脅威があった。そして先ほどのインドシナにおいては予言があったそうです。インドシナ、先ほど申し上げた通りオランダに350年間支配されていました。ヨボヨボ王の、あ、違いますね、ヨボヨボ、ちょっとやめませんジョボヨ王の予言ということで、我らが王国は白い人々に支配される、彼らは離れたところから攻撃する魔法の杖を持っている、この白い人の支配は長く続くが空から黄色い人々がやってきて白い人を駆逐する、この黄色い人々も我らが王国を支配するが、それはトウモロコシの寿命と同じぐらいの期間だと。予言が全く当たって、本当に350年間想像してみてください。350年オランダに支配されて、まあ、本当に人権もクソもないですよ、その時っていうのは。オランダのですね、支配下にあってですね、言葉もみんなバラバラにされて、区民化政策をされたんですね。そんな中で、希望というのはこの予言だったんですよ。このオランダの人たちの希望は予言だったんです。そうするとですよ、なんと、黄色い人たちが空から本当にやってきたんです。それが日本軍なんですよ。空の神兵と言われます。予言がまさしく成就した。日本軍が空から大量のですね、これ落下傘でやってきたんです。やってきて、これは、石油基地をですね、占領し、そしてなんと350年支配したオランダを9日間で撃破したんですよ。取っ払って。これ本当にすごいと思いませんか。本当に僕自身はこの話を聞いて非常に感動したんですけども、
今日空の新兵のですね、動画もいっぱい用意しましたけれども、残り10分で到底見せられません。ぜひですね、空の新兵で検索をしていただいて、出てきますので、動画等が。日本は侵略者じゃなくて対応したんです。終戦後のアジアどうなりましたか。白人たちが全部追っ払われてですね、全ての国が独立しました。アジアにとどまりません。アフリカもそうです。アフリカも南米もそうなんですね。全ての国が独立しました。日本は歴史的な大偉業を成し遂げたんです。世界中から植民地を消しました。世界中の奴隷が解放されました。そして世界中で未だに人種差別の根は深いですけども、少なくともタブーにされたんです。1919年パリの国際会議、国連の主催です。人種差別撤廃法案を出したのは、初めて出したのは日本なんですよ。そこから来年で100周年なんですけども、この法案は賛成多数だったんです。可決されませんでした。議長国のですね、アメリカ、ウィルソン大統領が、こういう重要な法案は全会一致じゃないとダメだと、ケチをつけて却下されたんです。日本はそういった大偉業を成し遂げた国なのに、先人たちは素晴らしいことを成し遂げたのに、いまだに貶められていると思いませんか。何も侵略などしていません。アジアに対して本当にですね、素晴らしい偉業を成し遂げた、それが日本であります。そして日本はしかしながら戦闘的には敗戦をしてしまいました。戦争には勝ってるんですよ。なぜと言いますと、戦争の目的何ですか。陣取り合戦ですよね。イギリスは追い出され、フランスは追い出され、全て追い出した日本が勝ったんです。でも戦闘で負けてしまった。たった1カ国がアメリカにだけ負けたんです。そしてアメリカに負けて日本を GHQ が占領して、しかしながら日本は負けた国であるにもかかわらず、国体だけは守られました。誰が守ったんですか。はい、天皇陛下なんですよね。1945年9月の27日でしたか、昭和天皇とマッカーサーの対談で全てが決まりました。ちょっとこれだけはぜひビデオ見ていただきたいんですけれども、昭和天皇と、マッカーサー元帥の歴史的な対談の動画がありますので、ぜひご覧ください。汗は全然切れてると思うよ。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは、前半はタダで
ご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。